外に入れたよっていう話になって、あーそうなんだと思いながら、まあ出て行って、でも出た時にそのスタッフさんに聞いたのが、その女の子が見えて、で私が現場で一番若かったので、多分若い人に今でも嬉しかったらそういう風になったのねっていう話になって、じゃあって帰った時に、ただいまって言って、これから撮影するから一緒に頑張ろうねっていうのを、なんとなくソロだったって言ったら、それから一緒にそういう事情が起こらなかったっていうことで、とあるすごく高いスタジオに、女優さんのブランドさんがとっても高いスタジオなんですけど、じゃあ、リフトにはそこにって言われて、でもとあるタレントさんが、スタッフさんが、リフトに、それでバーンって私のリフトの天井にフードが貼ってあるスタジオ。まあ、そういうスタジオに行って、いわくつきの話をしたんですけど、私が、ある AV の撮影に行った時に、あったスタジオで、そこがまあ都内でも割といいところだなっていうスタジオで、ハウススタジオっていう種類がありまして、ハウススタジオって何かってなると、もともとには人が住んでて、もうすごくリアルな、生活をするようなお家を、まあ、家庭の話とか、そういうのを撮るのに、いいねっていうことで、スタジオに借り上げて使ったりするので、本当にキッチンがフィットネスがあって、お風呂があって。で、そのスタジオが、すっごく綺麗なんですよ。だけど、すっごく安いんですよね。で、まあみんなこれはいいや、って言ってて。で、そのスタジオの1階が、いかがって入ると、奥に、まあ、寝室、メインの寝室があって、手前に、まあ、例えば家族もだとしたらお兄ちゃんとかがいるような子供部屋があって、で、トン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 って階段上がっていくと、2階から3階に吹き抜ける、すごく大きなリビングがあって、日光もすっごく入って、で、その階段パタパタって上がると、女の子の部屋があって、また、寝室があるような3階にっていうのすごく撮りやすいスタジオ、でもすごくいいスタジオなのになんだかすごく安かった。でそこでまあ撮影が組まれました。でまあアダルトビデオの撮影がありました。でまあ私の出会いとか出会いとかね、1日雨が降らしちゃったで、アダルトビデオっていうのはで、ダメージがないというか、いろいろあるんですけど、でも、ダメージがある午後5時ぐらいは喋んなくなってたんですよ。で、今思えば、何やってたかなって思うと、そのスタジオの、リビングを上に行った3階ですね。なんかね、女の子の方が寝室があって、1個だけ、わけわかんないんだよ。それが、2畳か3畳ぐらいの三角形の部屋で、何に使ってたかわかんない。普通に生きてたら、普通に家族と生活してたら何に使ったらいい？もうウォークイングクローゼットが狭いし。3階だから洗濯物も置けないし。でもそういう、なんか変な部屋があったんですよ。で、そこで、で、最後のカード取りましょう。で、女優さんがいて、監督さんがいて、男優さんがいて。で